武健よ、高齢者モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。高齢者のモチベーションをアップして光り輝く高齢者になろうという情報を発信しているところであります。今日は2024年5月の30日、木曜日です。今日は天気になるようですね。今日も本の3冊シリーズを言っております。そして今日これが今回は第3弾です。第3弾は樋口恵子さんの老いの福袋と、あっぱれ転ばぬ先の知恵88という中からお送りしたいと思います。今日は第何章でしたかね、これだ、そうですね、今日は第3章の金持ちより人持ちでハッピーというね、それの35番であります。後から化けて出るぞって、ネガティブな感情をそらすヒント、なかなか面白いんですよねこれがね。恨みつらみは棚上げしようなどとちょっぴりいいことを言った舌の根の乾かぬうちになんですが、棚上げした者の気持ちを解消しきれない相手のことは、死んだら後から化けて出るぞと思うことにしました。すごいですねこの発想が。店員はだいたい3名から5名、化けて出る順番を考えて、最初に化けて出る相手は化け1号、続いて化け2号、化け3号くらいまでは候補として挙げておく、といった具合です。そういうのが前回はですね、恨みつらみは棚上げ方式でというんで、恨みつらみは棚上げしてってね、棚上げしといてあげたらもう問題ないというんでね、棚上げしようというなかなかいい発想でしたが、今回は、まあ後から化けて出るぞという、まだそれでも棚上げできなかったら化けて出るぞという面白い発想でありますね。月日が経つ間に順番が変わることもあります。時には何かのきっかけで候補から外れる方もいます。もし店員内の誰かが私より先に亡くなったら、船外だった人から繰り上げ当選とか、そんなことを考えているとだんだんおかしくなってきて、思わずふふっ、後から化けることに決めたら本当に気が楽になりました。棚上げしたら化けて出たり、なかなか面白いアイデアでありますね。恨みつらみも縁のうちと思って受け入れて、後で化けて出る楽しみになりゃいいくらいに思っていると、いつの間にか考え方も変わっていきます。ネガティブな感情も笑いに転換すると、なんかもう恨むこと自体が滑稽でバカバカしくなってくるのです。そうやって自分の気持ちをうまくそらす方法を見つけると、ぐんと生きやすくなります。はは、なるほどね、自分の気持ちをそらすんですね、ちょっとね。樋口恵子さんの面白いですね。でもこれ参考になりますね。36枚いってみます。優秀な吸水パッドや紙パンツでお出かけをと。第1章で私がオペラ観劇に行かなくなった理由に触れました。いつもチケットを取ってくださっていたオペラ愛好家の先輩がトイレが心配になり、劇場から足が遠のいたのはオペラ離れをしたきっかけだったのです。もしあの時今あるような高性能の吸水パッドやシルバー用の紙パンツがあれば、オペラ先輩も亡くなるギリギリまでオペラを楽しめたのではないでしょうか。今になってつくづくそう思います。ほう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 。トイレが近いから心配で外出できない、くしゃみをした時に尿漏れしそうで不安だ、高齢になるとそんな悩みが増えます。でもそのために外出をやめたら心もうつうつとするし、運動機能も低下します。外出できるうちはなるべく出かけて社会との接点を持つのは健康寿命を伸ばすために重要なポイント。紙パンツなんて保険に関わるなどと固くなりなり、家に引きこもっていたら本末転倒だと思いませんか。そうですね、そうです。科学技術が日進月歩したおかげで、日本の吸水パッドや紙パンツの性能や使い心地は素晴らしい。生活に取り入れることで高齢者はもっと外出ができなくなり、行動範囲も広がり、高齢者はもっと外出ができるようになり、
できるようになり、行動範囲も広がります。仕事やボランティア活動、趣味もどんと来い、自由を手に入れる、のびのびと生活を楽しめるようになるのです。私はまだ紙パンツを使っていませんが、不安になったら取り入れてどんどん外出したいと考えています。これはそうですね、ある時私の友達がちょっと体調子を悪くしたんですね。それででもまあ旅行を続けていかなきゃならなかったので、そしたら彼がですね、紙パンツを買いくと言ってね、一緒にスーパーがなんか大きなあれ何だったかな、そういう薬局なんか入ったんですね。そうすると彼にはね、いや今は本当いいのがあるから全然心配ないと、朝食としてもないというんでね、はあ、はあ、そういうのがあるのかなと思って、その時初めて知ったんですが、この、藤さんもね、やっぱり外に出る時にそういうのは不安であれば出れませんよね。特に旅行などしているとね、不安ですからね。でもこういうものがあると知っておく必要が今からありますね。そして性能が良くなったと書いてありますからね、やっぱり科学技術が発達して、でも高齢者の取り入れるものがあればね、どんどん取り入れていけばいいというのは、この樋口さんの話でも、ああそうだなって、あの時言ったことが本当だったんだなってのことを思っております。そしてもう一ついきます。37、連れ立って緩やかな体育系会、体育会系。私は若い頃典型的な文系女子でした。中学校時代からジャーナリストになりたいという夢を抱き、大学時代の趣味は合唱、スポーツには興味ありませんでした。でもヨタヘロ期に足を踏み入れた頃から考えが変わりました。健康寿命を少しでも長くするためには努力が必要だ。よし、これからは体育会系女子になろうと。私が今健康上でお金をかけているのがリハビリ体操です。月謝を払い、月に2回先生に来ていただき、ストレッチや軽い筋力トレーニングをしています。もう5、6年続けていますが、やはり効果は大きいですね。歩くのが以前より楽になりました。家に来てもらうのはある程度の経済力がないとできないことですが、死ぬまで仕事をしたい人間の私にとっては必要経費です。若い頃はお金を払ってまで運動するなんてと思っていましたが、すっかり趣旨替えをしました。宗教の宗でしたね。趣旨替えをしました。ここの死ぬまで仕事をしたい人間というところはね、これがすごいですね。今も樋口さんは本屋に行くと新しいのが出てますから、ね、いや参ります。住宅街を歩いていると、時間帯によってはまなじりを消して恐怖のような歩き方をしている高齢男性と出会います。その努力、お見事です。頭が下がります。でも専門家の話によると、一人で黙々と運動するより、ちょっと軽く談笑でもしながら連れ立ってウォーキングをしたり運動する方がいいみたいですよ。いわば緩やかな体育会系。女性は連れ立つのが大得意ですが、男性はとかく根性を重視しながら、でも高齢になったらもう根性は手放してもいいのでは。あまりしそうな顔をして運動せずに、体操のサークルなどに出かけて楽しく明るく運動するのもいいのかもしれませんよと書いてありますね。私などはカルダンスは今昨日もやりましたが、畑仕事、クワを使って畑仕事、今日腰に結構くるんですよね。でもこの畑仕事をやると、野菜がこう育っていくですね。本当は雨上がりなど行くと、キュウリ今植えてるんですけど、うわーっと伸びてるのがね、もう分かりますね。この勢いはね、あれは元気が出ますね。モチベーションがアップできますね。ですから運動も、そういう畑とか実益があるものがあるといいですね。特に畑で野菜作って、今そんな作ってるわけじゃないんですが、もう本当あの勢いですね、あれにはちょっとびっくりしますし、元気をもらえますね。そして元気をもらいながら、今度は今地下を、できたのを食べてるんですが、今度キュウリ、ナス、ピーマン、トマトできておりますね。これはモチベーションがアップ。高齢者のわずかな、これは私が畑仕事ですけど、モチベーションがアップしていきますね。そして樋口さんの棚上げるとか化けて出るとか、そういうこのストレスをそらすというか、悩みをそらすこともね、高齢者になるとね大切ですね。これは
今日学んだことをね、生かすことがあれば、大いに生かしてモチベーションアップしようではありませんか。受けよう。